はい、皆さんこんにちは。ここは香川県の高松駅です。日本一周の旅、前回はここ高松駅に来たところで一旦東京に帰りました。1週間ほどブランコを置きまして、また高松駅に戻ってまいりました。今回は駅の近くのホテルに全泊していますので、今日は朝からスタートです。高松駅からは徳島、岡山、松山など各方面に列車が出ていますけれども、今回はですね、四国を横断しまして松山に行きます。こちら8時45分発の特急石槌3号松山行きに乗ります。そしてこれは次回以降の動画になると思いますけれども、今日の最終目的地は高知となります。それではよろしくお願いいたします。これが特急石槌です。かっこいい車両です。今回は JR 西日本のいいご予約を使いまして、指定席を予約しました。落ち着いた色の座席、座り心地も良さそうです。リクライニングももちろんついています。前面は木目調になっています。この列車は3両になっています。前2両が自由席、後ろ1両が指定席です。先頭が6号車と中途半端になっていますけれども、これは宇多津駅で岡山方面からの列車と連結するためです。高松駅、別の名をうどん県さぬきうどん駅と言います。高松から松山まではちょうど2時間半です。お待たせをいたしました。今日も JR 四国ご利用くださいましてありがとうございます。8時45分発予算線特急列車石槌3号松山駅でございます。8号車指定席です。ご利用のお客様、お座り間違いございません。車両基地にはサンライズの車両も止まっていました。携帯電話は音の出ないようマナーモード設定の上、車内での通話はご遠慮ください。通話の際ご面倒電話をデッキでお願いします。境出に止まります。境出の先で岡山方面と分かれます。うっすらとではありますけれども瀬戸大橋が見えます。明日は高知から特急南風に乗りまして、瀬戸大橋を渡って岡山に行く予定です。次の2つで特急潮風3号松山行きをつなぎます。瀬戸大橋方面から線路が伸びてきています。これが岡山から来ている特急潮風でしょうか。この後この列車と連結するんだと思います。潮風の方が前に入ります。次にて特急列車潮風号と列車をつなぎます。列車は3回ほど止まります。ただいま列車をつなげます。列車をつなげる際大きく揺れることはございます。車内お立ちのお客様、足元を気をつけください。列車をつなげます。潮風との連結を済ませまして松山に向かいます。瀬戸内海沿岸は造船業など工業が盛んです。海沿いを走ります。窓は汚いですけれども、瀬戸内海に浮かぶ島々が美しいです。観音寺、四国88カ所の一つです。次は川之江、10分で川之江です。愛媛県に入りました。川之江です。今見ますのは川之江城です。間もなく伊予島。ただいま新居浜駅に停まっています。新居浜は太鼓台が自慢だそうです。伊予西条駅です。四国鉄道文化館が隣接しています。まもなく今治に到着します。今治城が見えます。タオルで有名な町です。少しだけ島並海道が見えます。鉄道は走っていませんけれども、今治から島並海道を利用すれば広島県の尾道に渡ることができます。
終点松山です。特急宇和島駅お乗り換えのお客様、降りましたホーム前の方にお進みください。この電車の前側から発車をいたします。放送ありました通り、まもなく松山です。松山駅では現在高架化の工事が行われています。完成は2024年の予定です。はい、松山に到着です。松山駅は80周年ということで歴史のある駅です。高架化によって大きく姿を変えそうです。ご覧の通り松山自動改札ではありません。松山駅現在は少しレトロ感も残っています。さて、日本一周の旅、これにて愛媛県にも上陸となります。路面電車に乗りまして中心地の方へお昼ご飯を食べに行きたいと思います。ここは線路と線路が直角に交わります。愛媛県庁の前を通ります。大街道で路面電車を降りました。この辺りが松山の中心地となります。松山城の入り口も大街道が最寄り駅となります。お昼はこちらよしというお店で海鮮料理をいただきました。ランチメニューも充実しています。鯛めしもあります。松山名物みかんジュースも扱っていました。ひよみという種類のみかんジュースを頼んだんですけれども、甘みがあってとても美味しかったです。お刺身はどれも新鮮で美味しかったです。一番上のこの魚はアジですね。お店のイケスにあったアジをさばいきますので、すごく新鮮です。それからこれはタイですね。あとは本マグロもあります。それからサワラ、炙ったやつと生のやつと両方あります。お造り以外も煮物とかサラダとかご飯とか充実していました。お造りの話に戻りますが、身が厚くて歯ごたえがありました。これはタイですね。サワラを少し炙ったやつ、香ばしくて美味しかったです。ここの店は大将も気さくな人で、お店を出る時も出口のところまで見送ってくれました。デザートはみかんシャーベット、ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。また行きたいと思います。この後は少し時間に余裕がありましたので、松山駅まで歩いて帰りました。また愛媛県庁の前を通ります。真面目愛媛、ゆるキャラのみきゃんに眼鏡をかけて真面目な感じにしてるんですね。こちらは愛媛県庁、昭和4年出向、全国で3番目に古い都道府県庁舎です。では最後に城山公園を歩きたいと思います。早咲きの桜が咲いていました。ちょうど見頃です。寒桜のようです。梅のお花もちらほらと咲いています。早咲きの桜と梅の共演です。お堀に沿って咲き誇る梅は大変美しいです。こちらは早咲きの桜、ピンク色です。はい、以上城山公園を少し散策しました。この山の上には松山城があります。はい、こちらの踏切はさっき路面電車で渡りました。線路と線路が直角に交わるところです。では松山駅に戻ってまいりました。今回は特急石槌で高松から松山へ、そして松山ではお昼ご飯を食べました。城山公園の梅と桜は綺麗でしたね。それでは今回の動画はこれで終わりとします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。